高売り、安売り。はい、というチャンネルあ始めていきたいと思います。6月12日、水曜日。はい。昨日はですね、ワオペ商売のメリットね、デメリットについて話していきましたけれども、今日はですね、高売り、安売り、まあ、言ったらですね、まあ、高単価商売と低単価商売ですね、について、まあ、ちょっと喋っていきたいと思います。まあ、このね、まあ、高単価商売のメリットをちょっとね、説明していきますとですね、まあ、 利益、利益率がね、まあとにかくいいということでね、まあ儲かりますよと。まあ少ないね、数売ってですね、まあ利益が出せますよっていうのが、まあでかいですよね。まああとは、まあブランドね、まあブランドイメージというかね、まあ高いお店ですからね、まあちょっとハイソーなね、雰囲気が漂っててね、まあ上流階級ね、ご用達しよろしくみたいな感じで、まあそういうブランドもね、戦略も出しやすいですよっていう感じですよね。まああとはね、あの、当然高いお店なんで、 まあお客様のね、まあ相互が良くなりますよっていうね、ちょっと言葉にね、語弊がありますけど、まあ実際ね、まあお金、お金持ちのね、方中心にご来店くださいますので、まあそこそこね、質が良くなりますよという感じですね。で、まああとはね、まあね、そんなに販売がね、少なくてもいいんでね、まあ利益がね、確保しやすいから、まあ在庫管理もやりやすいですよっていうのはね、まあでかいかなという感じですね。 デメリットはですね、まあそういうね、高単価な商売をしますのでね、まあ例えば、まあ下関で言うとですね、まあそのね、そういう高いお店に行ける層というのはね、まあ人数が限られておるわけなんでね、まあちょっと市場規模がね、まあ制限されますよっていうね、ことがありますよね。でまあね、高単価なんで、まあ販売するのはね、意外と難しかったりしますよと。まあね、そういうマーケティングとかね、まああとは その店内のね、雰囲気も、えーね、値段に入ってますので、まあそういうね、店舗がちゃっちかったら、えー、なかなか難しいですよね。店舗もそれで、それそうにいじっとかないと、まあ高いお金はね、えー、取れませんよとね。じゃあうちの店の今の作りでですね、えー、じゃあね、お一人2万、3万、三万のね、まあ、商売ができるかって言ったらね、えー、いただけませんので、まあね、店舗も含めてのね、マーケティングというかね、まあそういうのが必要になりますよと。まああとは、 そういうね、まあ、廃層なって言ったらあれですけれども、まあ、そういうお金持ち層の方とね、えー、まあ、こうやってね、えー、こう接客するときにですね、まあ、その人のね、まあ、層に合わせるって言ったらあれですけれども、まあ、ちゃんとね、会話ができるぐらいの、まあ、ね、広く浅くじゃないですけれども、ね、知識も入れとかないといけないから、まあ、本当にね、あの政治経済、ね、スポーツ、ね、いろんなジャンルの、えー、まあ、お話がね、できないと。 いいけませんよーということでねもうアホ,なアホなこのままねやってたら、まあ、そういう方々がね、えー、もうね、えー、楽しんでいただけないというかねあー面白くないなーとってね、えー、来てもらえなくなりますよというね、まあえー、マイナス面もありますかねという感じですねでまあ低単価ね、まあ、商売のメリットといえばですね、まあ、当然ね、まあ、安売りなんで、えー、まあ売りやすいですよね、えー、でまあ、あとは市場規模がねでかいので、えー、まあね本当にあのー 販売戦略はね、立てやすいですし、えー、もう売りやすいですよね。安いから買ってくださいって言ったらね。で、まあ、あとはね、リピート、えーね、リピートしてもらいやすいよっていうね、えー、こともありますね。えー、安いんでね、まあ高いもんだったら本当にね、もう本当に、ね、昔の、えーね、ビフテキ、スキきキーの世界観じゃないですけどもね、まあ、年に1回ね、特別な日だけね、食べに行きますよっていうようなね、えー、まあね、高単価なね、ご商売に。 されてるところにはね、なかなかいけませんけれども、えー、じゃあね、安いね、まあ、ワンコインとかでね食べれるリリリ、食べれるようなところだったらですね、あまあ頻繁にね、みんなやったら毎日でもいけるようなね、えー、感じで、まあ、リピートしてもらいやすいですよっていうのがね、まあ、メリットかなという感じですよね。で、まあ、あとは、えーまあね、日本ね、私が社会に出てからずっと不景気ですけれども、まあ、不景気の時でもね、特効短化になったらですね、もう一発で切られてしまいますので、 えーまあ、安ければですね、えーまあ、そんなに、ねえー、影響なく、えー、継続して買ってもらいますのでね、まあ、食べに来てもらいますので、まあ、そういう面ではね低単価商売の、えー、メリットかなと思いますけれども、えー、ただねデメリットでいうとですね、まあ、当然利益率は低いですよというのがまずね、えー、でかいですし、まあ、安売り戦略になりますので周りも安売りしてきますので、まあ、安売りっていうのはねもう誰でもできますので。 まあそのね、まあ、大して差のない商品を安売りね、合、え、戦、ー、になるとですね、もう疲弊してしまいますので、もうね、それだけはもうきついですよね。でまあ、えー、当然ね、あのー、低単価、まあ、安売りする商品、安い商品なんで、まあなかなかね、えー、ブランド価値っていうのはね、えー、もうね、付加価値がつけづらいというかね、まあチープな感じにね、まあ安いからまあね、えー、まあチャシーね、みたいな感じのね、なかなか まあそんな感じでね、まあデデ、メリットね、デメリットありますけれども、ね、どっちがいいかって言ったらね、なかなか難しいですけれども、まあ、昨日のね、まあ、ワンオペ経営をね、ひ、ま、も、あ、づけて考えてみると、ワンオペ経営をするためには、まあ、昨日ちょっと話しましたけれども、郵便でしたよということでね、まあ、続き喋っていきたいと思いますけれども。 昨日ね、まあ喋った通りですね、ワンオペだとですね、家賃をね、安く抑えないといけないわけなので、まあどうしてもね、コストを抑えないとワンオペでね、売り上げはそんなにね、一人じゃ上げれませんので、まあコストをね、下げていかないと成立しないしね、そもそもは利益がね、残りませんので、まあね、家賃を下げると、客数もね、まあ大体ワンオペですぐやったらね、ま10人前後ぐらいのね、キャパになるかと思いますので、 まあそれだとですね、安売りするとですね、えー、全然ね、えー、回転しなかったらですね、えー、もう全然ね、売り上げが上がらず終了というパターンになりますので、まあ、ワンオペでやるんだったらちょっとね、単価を上げて商売しないと、えー、なかなかね、えー、難しいことになっちゃいますよとね、えー、まあじっくりね、もう腰を据えてね、えー、もう安いものだけをね、注文されてね、ぺちゃくちゃ喋りながらですね、ずっと急がられたらですね、あっという間に営業時間が終わってですね、 えー、じゃあ、えー、5、6席のね、えー、お客様でね、まあ、客単価ね、えー、1000円とか2000円でね、えー、終わってしまいましたらですね、1万円いくかいかんかで終わりましたよってなったら、ですねそれは家賃も払えませんよということになりますので、まあ、ある程度ね、えーまあ、単価が高いか、または回転率がね、めちゃめちゃいいような、まあ、商売をね、えー、やっていかないといけないのかなと思いますね。えー、私がね、一番感動したのはですね、まあ、カレーにハマってる時にですね、まあ、あちこち食べに行ってね、 えー、いろんなカレーのね、まあ、商売の形があるなあと思ったんですけれども、まあ、九州のね小倉、えー、福岡の小倉にあるですね、マルキンさん、えー、っていうところがですね、もう本当に、えー、SP のカレーをね、使ってるの赤缶がバーって並んでてね、SP の、ね、赤缶使ってるんだなあっていうようなね、とこなんですけれどももうね、あの回転率がめちゃめちゃ速くてです、ね、で、す、まあえー、ね、まあ当時ね、スパイスカレーにはまってたんでまあそういうところをね、中心に。えー、ね、 まあ食べ歩きをしてたんですけども、そこはもうジャパニーズカレーでね、もう普通に寄ってパッと出してね。で、回転が早いんで、もうカ値もね、上、えー、げ置きしててね、まあ揚げ置きって言っても本当に回転が早いんで、もう上げ,げたてサクサクがね、もうすぐ出,す出せるような形にしててですね。で、まあそれをね、もう寄って、もう本当にすぐ、注文者すぐ出てくるようなね、えー、感じで、んで、バーッと食べて、もう私でもですね、まあ5分ぐらいでね、もうはい、お会計お願いしますよっていうような感じで、えー、出ていくぐらいのね、 まあちょっとね、えー、ゆっくり食べる人でもね、まあ、15分ぐらいで、30分いる人はなかなかいないと思いますので、めちゃめちゃ回転が早いなと思ってですね、まあ、それまではですね、結構こだわったね、あのー、スリランカカレーとかね、まあなんかそういう、えー、結構手間のかかるようなね、えー、カレーを見てきて、きて,てたんですけれども、それを見てね、うわあこれワンオー商売で最強やなと思ってですね、めちゃめちゃ感動したんですけれどもね。で、お味もですね、食べ終わって、うわあまたね、食べに行きたいなと思えるようなね、 え味なんで、もう本当にね、えー、幸せな気持ちになりますしね、その商売のスタイルもね、回転がめちゃめちゃ早いんでね、うわこれはすごいなと思ってね、これビルは建つ、ね、あの商売の仕組みやぜとね、思いながらね、えー、感動で震えてね、えー、もうカレー業界でね、えー、マルキンさんを超えるような、ね、商売の仕組みはもうね、ないやろうなと思うぐらいのクオリティというかね、えー、商売のね、収益率もいいでしょうし。 えまあ当然ワンオペですからね、わあすごいなと思ってね、感動したのをね、ちょっと思い出して喋ってみましたよという感じですね。まあなので、ワンオペでやるんだったらですね、低単価でやるんだったら、とにかく回転させないとえ意味がないわけなので、低単価でね、長時間ね、居座られたらですね、全然売上は上がらないので、まあ厳しい状態になりますよということなので、まあね、高単価で、えー、できればね、いいんですけども、高単価な商品をね、 出そうと思ったらですね、まあ、それなりの,その出す方もですね、まあ、そのど,こどこぞこでね、まあ、修行してきましたよとかね何々さんのお弟子さんですよとかね、まあ、こういうところでねちゃんと修行してきてね、えー、確かな腕がありますよとかいうふうにね、まあ、そういうね出す方の、ね、提供者もある程度のね、えー、そういうなんちゅうかなネームバリューというかね、まあ、ブランド力がないね、まあ、その作り手に えね、そういう,うね価値がないとなかなかね付加価値が商品だけね、えーまあ、肉の質だけ良くてねはい、えー、2, 2万円3万円ねくださいよって,っても、ね、なかなか難しいので、えーまあ、そういうね店自体のねブランド力もそうですし、まあ、作り手のブランド力、えー、っていうのもねありますので付加価値がないとですね、えー、もう何もね、えー、修行もしたことのないようなね まあ素人が脱サラしてですね、まあいきなり2万3万のね、商売やろうと思ってもですね、何の説得力もないわけなんでね、あどうせど素人が作ったもんやろうがってなりますので、えー、まあ10年20年ね、えー、そういう一流料亭とかね、一流レストランとかでね、えー、修行してきましたよっていうと、ね、ですね、もうそれだけで、おおってなりますのでね、まあそういうのも必要になってきますので、まあね、じゃあ普通に今私がですね、じゃあね、客単価3万、 2万3万の、ね、商売ができるかって言ったらね、うん、できんねと思いますしねあなかなか難しいと思いますのでね、まあ、誰でも彼でもねそういう高価格帯の、えーね、高単価の商売ができるわけではないのでね、まあ、そのまず店作りにねめちゃめちゃ金がかかりますし、まあ、そのね中で調理する人のね、まあ、そういう腕とかね、えー、まあそういうねあの付加価値を提供できるようなスキルがある人じゃないとなかなかね、まあ、そういう めめちゃめちゃゃブラボーな、ねね、値段の、えー、単価での、ね、商売っていうのは、ね、成立しないわけなので,でお客様も、ね、納得して、えーねえー、お金を、ね、払ってもらえるわけではないので、ね、結構、ね、高単価商売っていうのは、ねまあ、あやろうと思ったら、ねまあ、誰でもできるのかもしれないですけれども実際、えー、定着して、ね、お客様に来ていただいて成立させるっていうのは、ね、かなり無理ゲーだと思うんですね。め、まあ、めちゃめちゃゃハードルが高いいと思います それよりはまあ客数だけをね見て、き、まあ、昨日も言いましたけれども、ね、ぱっと見お客さんが入っているけれども、経営者的にはね全然儲かってなくて、チューンというようなね状態もあると思いますけれども、えー、まあそんなね、えー、そういう低単価のね、安売りをするところでね、まあ、席をね埋めるのはね簡単だけど、まあ、それをやったとて、じゃあ、はい、えーねえー、1日の営業終わりましたけれども、あー安売りしたからね、えー、全然儲かってないねと。 なやったら人件費をさっぴいたらね赤字やねえかというようなね、えー、叩き売りで、まあ、すればです、ねまあ、全然簡単に席は埋め,、ね、埋めることができますよと生ビール1杯、ね、100円にすればですね、まあ、簡単にね席は埋まるわけなんですけれどもあそれをしたとってね誰も今幸せにならないね時代になりましたし昔みたいにね時給も安くて。 えねまあ、そういうね、まあ、氷河期世代よろしくのね、えー、もうね、使いやすい、ね、人材がいるわけでもないわけなんでね、えー、なかなかそういうね、安売りをして、えー、なおかつね、そういう人がね、必要な商売でね、安売りをするっていうのはね、まあ結構無理ゲーになってますので、まあね、高単価な商売をするのもね、結構ハードルが高いけれども、安売りしたら下で、えー、誰もね、儲からないので、 誰もね、幸せになりませんよということなんで、安売りをするぐらいやったらね、もうやめた方がええかなとね、個人的には思いますと。まあ、安売りっていうのは、原価割れとかね、その収益が合ってない、損益分岐点をね、下回ってるようなね、利益ので出ないような商売のことを、安売りと定義しますけれども。 まあ、ちゃんとね、えー、支払いをして、えーねお、お客様から売り上げをいただいてですね、お代をいただいて、えー、支払いをして、まあ、人件費もちゃんと払って、で、最後ね、えー、ちゃんと自分に、自分が生活、ね、できるぐらいの、えー、利益が、ね、出るぐらいのおご商,商売じゃないと、適正な、ね、商売だとは言えないと思いますので、はい、お客さん喜びました。人あの従業員もね、えー、人件費っていうか、まああの時給が高くてね、えー、満足してますよと。 で、経営者だけね、泣いてますようじゃね、えー、何のためにね、商売をしてるのかね、えー、意味がわからないじょ状況になりますのでね、えーまあ、私はね、まあ、常々ね、えーまあ、創業以来思ってるのは、まあね、あのーまあ、仕入れ、仕入れ、ね、仕入れするところのね、業者さん、お客様、えーまあ、従業員さんがね、えー、みんな幸せになれるようなね、商売をしたいと、ねえー、最初ね、掲げて、まあオールファ、オールハッピーのね、えー、和をね、えー、実現したいという、ね、思いがあったんですけれども、 あ途中で気づいてね、あ、経営者もね、そこの輪に入れとかにはねあの、意味がねえなと思ってね、途中で気づいてね、あ、もうね、あのマニュアル、えー、面接した後にね、採用した時にね、えー、こう、ミーティングというかね、えー、研修するときにですね、えー、まあ、ついでにね、まあ、経営者も、経営者とその家族もね、幸せになれるようにね、な経営をしないとですね、まあ、誰もね、えーえー、幸せになれませんよっていうのをね、出しましたけれども、 まあ自分も含めて、まあオールハッピーにならないと、えー、なかなかね、まあ商売をしてる意味がないわけなので、まあ誰かがね、泣いてるようじゃあ意味がないので、まあちょっとね、まあそういうことも考えながらやっていかないと、なかなか商売をね、続けていくことはできませんよと。で、今の時代ね、まあ業者さんを叩いてね、もうこう安く仕入れるみたいなことをやってたら、まあそのうちね、ああ、じゃあもうお宅にはもう下ろせませんっていうふうになってね。で、まあ田舎だとですね、そもそもはね、仕入れをするね、ルートっていうのはもうだん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 ね、今、 減ってきておりますので、まあ、そういう、ねえー、業者さんから、ね、見限られた時点で、ねまあ、商売できなくなっちゃいますよっていうね、えー、こともありますので、まあそうねまあ、安く使おうと思ったって、ね、休、まあ、んで安い金じゃ、ね、誰も働いてくれませんので、まあ、従業員さんにも見限られて、じゃあ業者を叩けばですね業者さんから見限られてみたいな感じになりますので、なかなか、ね、安売りをするっていうのはね、まあ、無理ゲーなんで、じゃあどこを、ね、泣かすかって言ったら自分を泣かして、えー、集客だけして、 なんかちょっとね、あの、繁盛店な気分を、えー、ね、味わえて、えー、ちょっとね、自己肯定感が上がりましたよ、というふうに一瞬はなりますけれども、えー、ね、レジ締めして、まあね、月ね、終わりで、えー、月末で締めてみたらですね、赤字やねえかと。ちょっと気持ちよくなっただけやねえかと。ね、えー、何にも金残ってねえやねえかと。むしろ手,手出しやねえかっていうふうになっちゃいますのでね、なかなか、えー、大変なね、えー、まあ安売りは、まあ何のメリットもない時代になりましたよと。 もう今のね、えー、もうね、えー、コストアップね、ねバン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 ね、えー、高くなってる時代じゃね、安い商売をするのはね、もう本当に自分の首を絞めるだけなんで、えー、なかなか難しいですよと、さりとて、えー、値上げをすればですね、まあ、当然、えー、お客様が来てもらえないわけなので、まあ、何かしらね、お客様に対してね、まあ、付加価値を与えられるようなね店とかね、えー、中の人にならないとですね、えー、まあ当然ね、価値がなくて、 えー、はい退場という風になってしまいますのでじゃあね何で付加価値をね、えー、お客様に提供するのかっていうのはねまあその料理の腕とかね、まあ、味とか、まあ、あとはね店内の雰囲気とかね、まあ、中にいるスタッフね、まあ、その経営者含めスタッフとの、ねまあ、こういう会話が楽しいですよとかね、えー、癒されるわとかねま何、あ、だったらねかわいい看板ね娘でもいればですねあかわいいっていうだけでね もう看板娘がいるだけでね、売り上げ10%、20%ね、上がりますのでね、えー、看板娘はね、結構大事だったりするんですけれども、今ちょっとね、なかなかね、アルバイトの方にそれだけを、ね、求められるような時代でもなくなっちゃったので、あーまあね、そのルッキズムでね、えー、どうこうするのはなかなか難しいようなね、時代にもなりましたけれどもね、えーまあ、働いてるね、スタッフも、ね、お客様も幸せにする、ね、看板娘っていうのはね、えー、すごい、すごいね、えー、力やなと思いますけれどもね。 はい。まあ、そういうわけでね。まあ、えぇ、ー、ヤはね、誰でもできますし、まあ、そもそもが飲食店というのはね、えー、まあ、食品衛生ね、えー、研修行ってねもら、もらってくればですね、まあ、誰でもね、えー、商売ができて、まあ、集客するだけならですね、まあ、ヤりね生ビール一杯100円にすればですね、まあ、集客、えー、まあ、集客するためには、その、まあ生、生ビールをね、一杯100円にしたあげくに、まあ、そういう、えー、まあ、フリーザ氏、えー、等にね、えー、こういう求人、あの、広告出してね、 お金を払って広告を出して、そして100円の生ビールを売りますよというね、赤字の商売をするのに、さらに広告代まで乗っけてね、何してんだっていうふうになりますけれども、まあ、えーね、席を埋めるだけならばね、まあ、そういう手法を取ればですね、まあ、簡単に埋めることが、ね、できるわけなんですけれども、まあ、それをやってもね、えー、何にもなりませんよっていうのがね、えー、ありますけれども、じゃあね、えー、まあ、そういう高単価なね、えー、客単価のね、 2万、3万、1万、ね、の商売をするためには、ですねまず店も含めて、まあ、いろんな金かかりますよとね、ね、えー、それはワンオペでもできる、ねえー、でしょうけれども、まあ、準備も大変だし、その店に、ね、かける金も、ね、当然大変ですし、まあ、あとは、えーまあ、その、ね、仕入れ原価も、ね、もともとは、ねえー、高単価なんでね、まあ、その仕入れも高いですよということになりますのでね、ねそれを調理できるね、ねちゃんと、えー、調理できるね。 えー、腕がないとね、だ、え、め、ー、ですし、まあ、そのね、えー、上流階級の皆様と、えー、ちゃんとね、合わせて会話ができるような、まあ、ちょっとね、えー、知識とね、えー、インテリジェンスがないとなかなかね、えー、成立しないなというような、えー、ビジネスになってますよと。で、いきなりね、もうそういう、そもそもが上のね、層とね、交わったことがない人がですね、えー、いきなりね、そういう商売を始めてもですね、なかなかそういうね、会話も成立しないし、 えー、扱い方がね、まず分かんないから、あそれでね、まあ質、いろんな失礼があって積んじゃうっていうね、パターンもありますし、サ、ま、リ、あ、にとって逆にね、えーまあ、ヤンキーじゃないですけどね、ちょっと、えーも,うね、我がもうね、我が道を行くような感じで、逆に面白がって受けるっていうパターンもありますんでね、まあ、何が受けるかね、全く、うん、分からないですけどね、でまあ、一番、ね、売りやすいのはね、若さですよね、えー、若いうちに起業してですね、 まあ20代前半とかね、ない10代で起業して、まあ、そうやってね、あのー、はい、10代で起業しました、ってね。で、教えてくださいね、スタイルで、まあそういうね、上の方からね、こう学びながらね、そういう商売をするっていうのもね、えー、まあ若さの特権でもありますのでね、じゃあ40代でね、40代、50代で教えてくださいってやりながらね、えー、ね、商売してたらですね、帰れって言われますからね、ちゃんと勉強してたらやれゃボケってね、言われますけれども、まあこれが10代、20代で始めれるとですね、 えー、あーかわいいね、と。おお、今の時代にいきなり起業してね、えー、自分で店持ってね、やるのはすげえね、ってなってね、じゃあ応援しやろうか、とね。ね。なんかちょっとミスがあってもですね、あーまあしょうがないね、と。まあ今度ね、改善してからね。で、まあ次行った時にね、改善してたら、おお、逆に、おーすごいな、と。お前、この間あれやったのに、お前、今日はめちゃめちゃね、良くなってるやね、か、つってね。はい。勉強し直しました、ね。なったら、おーウいーアってなりますからね。まあそういうのが、まあ若さのね、特権なんでね。 えーまあ、早めに、ね、起業したほうが、ねまあ、得っちゃ得なんですけれども、まあ、その分ね、ね、まあ、ちょっとスキルは追いついてないかもしれないけれども、えー、やりながらね、えー、商売しながらねもうこう運転しながら、もう走りながら覚えながら、まあ、お客様に育ってて、ね、いただきながらみたいな感じが、えー、若いとできるんですよね。これが40代、50代でねその手法を取ると、ですね帰れと、<laughs> 今まで何やってたんだと、ね、いうふうに言われますので。 10代、20代で独立すると、ですね、そううい走りながらね、勉強しながらお客様に育てていただきながらね、っていうような手法というかね、そういうやり方もできますので若さ自体がですね、そういうね、ブランドにもなりますのでね、今、自分がね、45歳になりますけどね、そういう生きのいい若い子を見るとですね、頑張ってんなと思ってね。 まあ、いろいろね、教えたくなったりとかね、おじさんあるある、もうその時点で老害だと思いますけどね。まあ最近はあんまりね、えー、自分からね、しゃしゃり出るようなことはね、やめとこうと思いながらもね、ちょっとおせっかいっていうのもね、今の時代必要かなと思いながらね、まあそのおせっかいとね、えー、ねこのちょっとやめとこうかのね、この狭間で今ね、こう、うん、で悩んでるような今ね、ちょうど年,年齢になってますよという感じですね。はい。えー、というわけでね、まあ、いろいろありますけれどもね、まあ、どっちにしてもね、 え、利益をね、利益の観点からすると、どっちの商売してもね、結構難しかったりしますよと。え、高単価ね商売しようと思ったらですね、初期投資が半端なくね、かかります。え、低単価の商売だったらもうんやったらもうね、カウンターだけあればいいよとね、ボロボロのね、家抜きをちょろっとね、掃除してそのまま使ってね、いきなりね、成立しますよということもできますけれども、え、高単価なね、商売しようと思ったら綺麗にしたりね、ちゃんとそういうね、え、お皿等もね、 ちゃんとこだわってね、100均のお皿使ってったらね、100、えー、単価1万、2万はね、取れませんので、まあそういうのにもこだわってやらないといけないからね、まあそれはそれで、まあ初期投資とね、まあ、えー、手間がね、かかって、えー、大変だということもありますので、まあどっちにしろね、まあ、利益を残すというね、1点だけを取るとですね、うん、どっちに振ってもね、えー、大変だということでね、間ぐらいがいいかなと。<laughs> 本当はね、あのどっちか、どっち使うずがね、今一番あの潰れやすいって言われて、 おりますけれども、えー、個人的にはね、えー、中央、ね、間が、間でいいんじゃないかなと思ってね、今、間を、ちょっとね、間の方に寄っておりますよというね、感じで今、あのー、経営しております。はい。えー、高くもないし、安くもない。ね、どっちつかず、居酒屋、トリマンで今、えー、生き残りをえかけてね、なんとか頑張っておりますよというね、お話でございました。はい。で、えー、さらにですね、まあ、7月からね、めちゃめちゃね、また値上がりしますよというね、おニュース見てね、 げんなりしたでですすけどねねとう、えーまあ、コンソメとかがね、20 26%上がりますよと、えー、スナック菓子がね、7%から16%上がりますよと、チョコレートがね、20%上がりますよと、コーヒーも20%上がりますよと、えー、ワインとかね、まあ、ワインとかもすごいな、5%からね、50%上がりますよと、えー、ウイスキーもね、8%から40%上がりますよと、えー、ミストのね、えー、ポンドリングね、えー、シリーズうー等ね、10円上がりますよとかね。はい、えーね、これまでもう大概上がってきたけれども、さらにね、こっからまだ 20、30、何やったら50とか行くんか言ってなってね。最近ね、スーパーを眺めててね、ちょっとね、おーって思ったのがね、えー、ラーメンと缶詰ですね。ラーメンね、40%、50%上がってるよね、と。ね、おーと。100円ちょっとぐらいで買えたのがもうなんか200円ぐらいになっとるんやねえか、というのをね、見たりとか、缶詰、魚の缶詰とか見たらですね、めちゃめちゃ高いな、と。 サンマのね、蒲焼きみたいな缶詰、ね、90円台で売ってたのがもう今、300円近いやないかと。ね。まあ、サンマがね、ないからしょうがないけれどもね。ああ、高くなったなあっていうのをね、感じますというお話がございました。はい。で、今日はですね、今日の営業はですね、えぇ、ー、除、あのー、ご役をね、いただいておりました8名様ね、ご役いただいておったんですけども、まあ今日もね、病欠が一人出ましたので <laughs> え、ね、えね、ー、一番新人のね、えー、ね大学生と私のね、通、通オペで回しましたと。 で、まあ、ちょっとね、あの、万全の状態でね、仕込み終わらしてね、えー、その状態でね、あ疲れたーってなってたんですけどね、ああ、ちょっと無事にね、終わってくれることをね、祈りながら、ちょっとね、お客様に迷惑かけずに終わりますようにと。で、まあ、どうせバタバタしてもね,、えー、ね、できることはね、えー、限られてるんでね、えー、別に焦ったとってね、早く作れるわけじゃないんでね、一個ずつね、丁寧にね、えー、順番ね、えー、通り出してね、行ってね、ということでね、えー、まあ、そういう風にね、打ち合わせをして、用意どんしましたところ、 えー、団体さんと、その他ね、え二、ー、組、えだけしかね、ご来店いただけませんで、終わってみたら、えー、暇で終了とねあ、そんなバタバタせんかったな、ということでね、嬉しいやら悲しいやらね。まあ、ただ今日もね、あの、一人人件費が浮いたんで、あまあ、それでもね、まあ、昨日より売り上げがなかったんでね、ちょっとせんないな、というような状況でございました、というお話でございました。はい。まあね、本当の人件費とね、原価とね、えー、また、あ、家賃、まあ、いろいろありますけどね、 本当、今はね、コストが高いね、えー、わけなんでね、まあ、ちょっとコストアップした、安売りしてるとですね、ちょっとね、コストアップしただけでね、えー、積んでしまいますので、えー、まある程度のね、あの、金額単価で商売をね、できておる店だったらですね、まあ、ちょっとね、まあ、例えば家賃が上がったりとか、原価が上がったりとか、人件費を上げないといけないとかなってもですね、えー、ちょこっとね、また10%、20%ぐらいやったらまだ上げてもね、まあ、お客様に許してもらえるような、 ぐらいの、えー、単価でね、商売をしてる、そういう層を相手にしてるような商売だったら、逃げ切れ、ま,あ、まだね、なんとか守り切れるんでしょうけれども、まあ、本当に安売りしてるようなとこだったらね、上げたらもうね、全く見向きも、えー、されなくなって、えー、コストも上がるわ、えー、ね、えー、客単価上げたら、今度はね、お客さん混んで来客数が半分になりましたってなったらね、はい、もうその点で、はい、マネーショートで終了ということになっちゃいますので、ああ、きついね、というね。 えー、お話でございました。まあ、高単価の、えー、商売も大変だし、低単価の、えー、商売も大変だから、えー、トリマンは、えー、中央、ね、真ん中を今攻めておりますというお話でございました。一番やっちゃいけないね、えー、と言われてるね、層、えー、そう,そうというかね、ところで、えー、勝負しておりますので、なんとかね、生き残っていきたいと思いますというお話でございました。はいというわけで、チャンネル登録とグッドボタンスーパーサンクス、よろしくお願いいたしますではあります。